こういう形で動画コンテンツになるのね、えー、多分今日初めて、日本初だと思いますので、楽しんでいただければと思います。これがあったおかげでね、非常に助かりました。もうかなり分厚いんですけど、まあ、これを大いに参考にさせていただいて、音楽やる人の観点から見て、分かりやすく、使えそうな知識をですね、まとめたのが今回という形になっております。はい、で先に結論を申しますとですね、実は、えー、古代エジプトの音楽、まあ、紀元前の音楽なんですけれども、 どういいったた演奏していたのかっていうのはですね <laughs> すすいいままませせんんん未だ分かかっておりません不明でございますなんかね譜面とかね寄付された資料が残っていればよかったんですけど残っておりませんのでどういった内容がね演奏されていたのかっていうのは不明ですはいこれ結論だからあの今調べると、まあ、YouTube とかあるいは CD とかサブスクリプションでもアンシェントエジプトミュージックエジプシャンミュージックっていうものが出てきたりするんですけどもそれらはすべて 想像したものというか推測してあ古代エジプトではこうだったのではないかっていう各自が解釈してやられたものになっております、はい、のでご注意くださいあ古代エジプトの音楽ってこういうものがあるんだっていうことは分かってない基本的には推測の域を出ないという前提で今回お話ししていきますのでえただそれをねどういうふうに解き明かしていくのかっていうのが面白いところでちょっと考古学的な ところになななりりままますすので、まあそののででそ辺も楽しんでいいいたただけたらいいかなと思っってております、ま、ずエジプトってどこなですね、えー、こねれはねアフリカ大陸の北東部でございますね。これ現在の地図でございますエジプトってねこう。きっぱり分かれてるのね国境線がで。古代エジプトの地図っていうのがこんな感じになってますと。まあ今と同じところねアフリカ大陸の、えー、北東部でこれこの緑色のがいわゆるナイル川でございます。はい。ナイル川めっちゃ めっちゃ長くないまずそこよねで特にこの地中海側、えー、とこれが地中海ですねが非常に栄えておりましてこの三角形がナイルデルタっ,ってね、えー、三角地帯というやつでございます。はい、まあエジプトで言えばねピラミッドでございますけれどもどういう流れでこれねできたのかっていうのをざっくりとちょっとこの時代の流れが分かってるとまあなお一層面白いよっていう感じなので。 と簡単に説明させていいただきます、えー、サクッと5分くらいで、はい、エジプト全域でまだ統一されてない時代が1000王朝時代っていうところで紀元前5000年から3000年ここに書いてある年数は全て紀元前です紀元前でそこで統一がなされたのがだいたい3000年ぐらい紀元前3000年ぐらいでこの黒括弧が、えー、と王朝の数です第1王朝から第2王朝っていう感じ、えー、こっちは第3王朝から第6王朝っていう感じね 統一したのが初期長時代っていうやつでその後ね、えー、有名な広告時代っていうですねピラミッドがたくさん建設される時代になります、えー、いわゆる皆さんが知っているようなねクフ王さんピラミッドとかね建設されたのがこの時代でございますはいで、えー、それから国の中がちょっとごたつくというかね乱れる他国から人が入ってきたりね移民が入ってきたりちょっとごちゃつく期間が中間期と名付けられている期間で中間期が全部で3回あります でビシッと統一されたよっていうのがなんとか王国時代になってるようです。はい。新王国時代が一番栄えたというような感じみたいですね。えー、有名なところで、チ、え、ュ、ー、タンカーメン、チュタンカン、タンカンが新王国時代。で、最後そのごちゃつきがアリーのマケドニアのアレキサンドリア大王に侵略されまして、征服されます。 でそのアレキサンドリア軍の将軍であったプトレマイオスさんっていう人がエジプトを統一しましてプトレマイオス朝っていうのが最後にあって、えー、ここの女王がクレオパトラこれを最後に古代エジプトは終了するとその後はどうなるかっていうとローマに属する形になりますはいなので王朝ができてからは大体3000年間っていう感じですはいざっくりと 抑えた上で音楽楽ととか楽器とか器ねその辺で重要なトピックをまとめてみました、はい、さっきそのピラミッドができたっていう話しましたよねピラミッドができたのはいつかっていうと広告時代でございますとでこの頃から人を亡くなった人をミイラにして保存して、えー、かつですねそのお墓の周りにお墓の壁に、まあ、その人にまつわる絵を描いたりする、えー、風習が生まれてそういうのをもとに そういうのを参考にいろいろ推測していったっていう感じです。まあ、こんな感じでこの周りにえっとその人にまつわることが描かれるようでございます。例えばそこにその楽器の演奏している絵が描いてあったら、あこの人はその楽器に関する人なんだとかね。あこういう楽器とこういう楽器でアンサンブルしてたんだみたいなえふ、ー、に推測していくっていう形です。だから広告以前にもう楽器とかはあったかもしれないんだけど、まあ正直。 あの情報がないから分かんないいいいかからんっていう感じみたでですでこの頃、まあ、一番古い頃からあったのが主にハープですねハープ、はい、ハープって今でもありますよねあのハープですあとで、えー、実際の音とかね聞きますけどもハープあと笛縦笛ね、はい、あとはカイロのミストってあとで説明しますけれども、えー、何かね合図を送る人がいたり仕事歌っつってなんかこう 農作業をしている人の横で笛を吹いている演奏しているっていう壁画があったりしたんでなんかこう仕事をしながら音楽をね流してたとかねあるいはこう表紙をリズムを揃えて何かこう作業をしていたのではないかということが推測されますまあこれは結構容易に想像できるというかよくある話ですよね。 で、さっきそのごちゃつく時代があったっていうお話をしたんですけれども、文化的には面白いわけね。えっ、ー、と、なぜかというと、このエジプト以外の地域から人が流入してくる、物が流入してくる、文化が流入してくるっていう形なんで、えー、一気にですね、まあ音楽的には面白く <laughs> なります。うん、まあ特にアジア人、北東の方から、えー、いろいろ物が持ち込まれたり、楽器が持ち込まれたりしたのではないかという形です。はい。で、特にですね、 テルアルダブアってね。ご存知ですかテルアルダブア。これがやばいと。遺跡の名前なんですけど、テルアルダブア。テルアルなんとかってね、いっぱいあるんですよ。あのテルマエ・ロマエみたいな漫画あるんですけど、テル、テルアルなんとかっていうのたくさんあって、えーと、テルアルダブアっていうのは、まあ、このデルタ地帯の一番北の方ね、まあ、こういう遺跡がございまして、これを発掘、採掘したら、なんと、ダラ物価が 見つかりましたこれねおお来たと <laughs> 来たよダラブッカっつって、まあ、今でもありますねダラブッカの動画いくつか出してますけれどもなんとこれが見つかりましたとここでございます、はい、覚えてくださいテルアルダブワテルアルダブワでこれ何がやばいかっていうとですねなんとこういう採掘をして、まあ、こういうものが見つかるじゃないですかだこれエジプトの楽器かなっていうふうに思うんだけれどもなんとこの見つかった場所がえっとね商人が <laughs> 住んでいた 地域らしいんですよ居住区っていうのがあのちゃんと分かってるらしいので具体的にどこの商人かっていうとフェニキア人ってご存知ですかフェニキア人もやばいんですよフェニキア人はもう滅ぼされてしまったんで、えっと、今ではいない人種なんですけどフェニキア人はですねこの地中海をもうね縦横無尽に貿易していたらしいということが分かっていると商人ねあじゃあこれはやっぱり他国から持ってこられたものなんじゃないかって推測ができるというお話ですね でフェニキア人は特にやばいと。フェニキア人、ちょっとね、アグレッシブすぎませんか国会から地中海から、大西洋から行ってるんで、これ、どっから持ち込まれたかもはや分かんないわけね。で、この地中海側と、あとは、えー、っとね、やっぱりこっち側ですね、北東部っていうかアジア側、えー、まあ、有名なところでエルサレムとか、約束の地かなーんっていうのがあるわけなんですけど、こっちからも商人が来ていたようで、えー、この北東部とかアジアの も,のも入り込んでいたと結局 <laughs> どこが元かっていうのは分かんないっていうお話ですただどうやらもともとエジプトにあったっていうわけではなさそうない確率が高いっていう感じですね、はい、でその後もまあ中間期第二中間期があって、えー、特にその壁画でね異国のものが多く見られるなんで異国のものかっていうのが分かるかっていうと壁画に描かれているそのね肌の色とかが違うらしいんですよ例えばこの 右側の人がちょっとこう肌黒じゃないですか。肌濃いじゃないですか。で、こっちの人がちょっと肌薄いよね。これが違う民族が来たよっていう絵らしいです。で、えー、新王国時代ですね。一番栄えたとされる時代、えー。この頃にその個人の墓の壁画っていうのがたくさん見られます。 なんかピラミッドとかから想像するに、まあ、僕もそうだと思ってたんですけどなんかこう王様とか偉い人のお墓であればいろいろ装飾品とかね壁画とか合成にあのされてるのはわかるわっていう感じだと思うんですけど実は結構一般の人でもこの頃になると見られてます。で個人のお墓の中で特に宴会のシーンがよく描かれていたので。 まあこの辺は結構情報がたくさんあると。どういう楽器があるかというと、リュート、タンバリン、オーボエ。あとは、軍隊で、えー、トランペットっていう管楽器が使われいるということが分かっています。はい。すごいですね。まあ、今ざっくり説明したんですけど、こういう古代の音楽とか楽器とか、なんで分かるんですかっていう話じゃないですか。<laughs> 墓から実際に楽器が見つかるケースがあります。はい。まあ、こんな感じでですね、現物が見つかると。 現物見つかったらもうこれ確固たる証拠よね。さっきそのダラブッカが遺跡から見つかったっていう話しましたけど、現物が見つかったらこれはラッキーという感じです。ただ、こういう楽器があったよねということが分かったとしても、実際にどういう演奏をしてたかっていうのは分かんない。なんかね、やっぱり楽譜みたいなものがあったらよかったんですけど、古代エジプトにはなかったっていうか今のところ見つかってないっていう感じです。 一応ですね紀元前の200年頃から、まあ、これは楽譜的な意味合いを演奏の指示を書いたものではないかっていうパピルスが見つかったりしてるんですけれどもそれ以前は今のところ分かってないので推測の域は出ないっていう感じです。じゃあ,あとは実際にそのどういう楽器があったのかっていうのを紹介させていただいてえっと音を再現したものっていうのがういくつか 出ているので、えー、それを聞きつつ楽しんでいこうかなという感じです。ドドン。はい。現在にこういうものがありましたよっていうのが判明しているものがこちらになります。はい。えー、歌、カイロノミスト。あとは弦楽器ね。ハープが一番昔からあったとされています。ハープ。今でもあるよね、ハープ。あとはリラとリュートっていうのがありますね。管楽器も結構いろいろあって、フルート、クラリネット、オーボエ、トランペット、ホルン、オカリナとか、ね。で、打楽器はやっぱりシンプルなんで、いろんなのがありますね。 ま、この辺ちょっと見ていって、実際に音があるものがあるので、そういうのを聞いていきたいと思います。ではまずですね、歌。カイロのミスト。はい。歌はわかるよね、歌。で、壁画とかだと、ま、こんな感じに書かれてるわけなんですけど、これは模写したやつね。模写したやつなんだけど、歌ってるかどうかわかんないんだけど、この上に書いてあるですね、はい。これがヒエログリフってやつね。ここから、その、 高校の人は情報を得ているっていう話なんですけどこれは歌を歌ってるのではないかというおぼしきヒエログリフがあるというところから推測しているということらしいです。はい、ヒエログリフに書かれているフレーズを歌っているのではないかっていう推測ができたりこのニョロ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 っていうのがハミングなんじゃないかっていう推論ができる「うーん」とか「うーん」とかいうやつね。 次回路のミスト知ってますか回路のミストカ回路の実英語とかでは書くかな回路の実これはですねこのハープと笛が主だった広告時代に必ずと言っていいほどですねこういう絵が見つかってますこれは笛を吹いてる人よねこの左右にいるのでそれに対してなんか指示的な手で合図を送ってるような人が見られると これはいわゆるその演奏のなんか指示、ディレクションをしているのではないかっていう風な推測ができるという、この手の傾きで、高く傾けたら音程を高く出して、えー、低く傾けたら低くして、でえー、手の数字が、例えば3だったら3拍子とか4、4だったら4拍子とかね、えー、風にこういう風に指示出ししていたのではないかっていうね、推測ができるという話なんですけど、あくまでやっぱり推測なんで、 ちょっと正確なことは分かりかねますという感じですでえー、広告時代には書かれてたんだけれども新王国時代以降見られなくなるので、まあ、何らかの理由でいなくなったあるいは必要なくなったのではないかというところです <laughs>、はい、あこれなんかもろですねまあこれは模写ですけどなんか笛を吹いてる人にこのような手を形を出したりハープの人にこのような合図を出したりしてるとえー、では次はですね弦楽器いきます 原楽楽器器奏者の皆さんお待たたせししました原楽器ねはい主にこの3つっていう感じですね。ハープは、えー、一番古くからありました存在が確認されておりますのでもう古代エジプトからあったし、まあ、これ見ていただくと実は時代が進むといろいろな形が出てきますハープもね弓型っていうやつと、えー、角張ってる角型っていうやつと全方向が閉じられてる枠型っていうのがあります。 で一番古くからあったのがどれかというとはいどれでしょうはい正解弓形です弓形が一番古くからありましたで後の時代になると角形と枠形っていうのが出てきて今現在のあるハープってありますね今現代のハープは基本的に枠型全部閉じられてる形ですでこれがすごいのがですねハープは結構ねこういう壁画がいっぱいあるんですよいっぱいあることによってこの弦の 本数ねこの弦の本数とこの弦の長さ弦の振動の物理学って昔と今でも変わんないから例えば一番短い弦が3だとすると一番長い弦が4の長さの比で、えー、かつ弦の本数が7弦だからおそらく一本一本の一弦一弦の差は半音階だったのではないかみたいなこの絵から推測してるわけです。ここれれやばいいでしょこれ途方もなくなく <laughs> その絵の精度にすごい依存するなみたいな。はい、みたいなことが考えられているというか推測されているわけですね。はい、面白いでえい。で、えーと、さっきも言ったように弓形が一番古くてエジプトでありまして、角形はですね、おそらく他国から持ち込まれたとされています。えー、おそらく北東部、アジアの遊牧民が持ってきたっていうのが有力です。はい で新王国時代以降です、ね、もう超でかいハープまあ今のハープって基本でかいですよねこう人の体と同じかそれ以上ぐらい大きいんですけどそういう大型も現れてきて大型になるとどうなるかっていうとやっぱり音域が広くなる結構低音まで演奏されていたのではないかっていうふうに考えられますと、はい、あと一瞬だけポータブル型も流行るっていうのが、まあ、ちょっと面白いところですね えー、大型も生まれるんだけど、ハープってもうすごいスタンダードな楽器だから、手軽にこう持ち運んで、ちょっとその辺で宴会で演奏しますみたいな、まあ、これがちょっと小型かどうかっていうのは、あの意見が分かれるところだろうけども、まあ、こういうふうに簡単に持ち運べるようなものもありましたとで、ハープと似てるんだけども、これ、リラっていうのがあります。リラ。ちょっと形状違うの分かりますかねなんかこう、響く。 共鳴する箱状のボディがあって、えー、それに対してこう輪っかがついて弦が張ってあるみたいな。リラはもともとエジプトにあったものではなくて、これもおそらくベドウィンっていうですね、アジアの方の遊牧民から持ってこられたのではないかというふうに考えられています。で基本的に女性が演奏をしますね。あとは、えー、と指弾きではなくてフレクトラムっていうですね、今でいうピック、ピック使って演奏されていたということが確認されております。で、最後、竜と。 はいまあ、これがいわゆるですね、今でいうギターとか、えー、もうバイオリンとかも全部ですね、弦楽器。これも元からエジプトにあったのではなくて、バビロニアの壁画を調べると、えっと、もっと昔からこのリュートが存在したことが、エジプト以前にこれがあったことが分かっておりまして、多分バビロニアから持ち込まれたんじゃないかっていうふうに考えられてます。はい。はいえー、ではですね、実際にちょっと音を聞いていただきたい。これは全部再現です。おそらくこういうふうな感じで。 こういう風な音程で演奏されていたのではないかっていうのをちょっと見せうまずハープ <music> ハープ えーと、続きましてですね、ディラ。えー、これちっちゃいのと大きいのがありまして、ちっちゃいやつね。 これが小型リラで大型もあります 最後リュートこれね。いいよ。 こういうのがあったんじゃないかっていうのを再現する人たちがい,いるのがすごいっていうのこの人は実際にその古代のリラ作ってみたみたいなお話なんですけどまあ、こういう風な、えー、人がいるおかげで実際に作ってみるとあ、多分こういう長さだからこういう音程とかあるいはこういう音階が鳴るようにしていたんじゃないかっていう風に推測しているというお話ですはいすごいですねでは、えー、管楽器ね はい、どうもまあ主にこの辺りフルートなんかねフルートって縦笛も全般をフルートって呼んでるんですけどもフルートはもうかなり昔から広告時代から壁画に見られておりますでそれ以外は、えー、新王国時代からですねあでもクラリネット大ーもねおそらくあったのではないかってね言われてるんだったちょっと判別が難しいんですけどこの笛系フルートを なのかクラリネットオーボエなのかどういう分類かというとこういうふうにちょっとこう斜めってる斜めに縦長っていうのをフルート族として分類しています今そのネイっていう楽器があるの知ってますかアレブ系の笛があるんですけどおそらくそれのご先祖だったのではないかと考えられていますこの縦笛ね何かこうマウスピースを使っていたのではないかっていうものが ちょっとと別の楽器としてて分類されてるで。これも今のクラリネット今のオーボエというよりかはクラリネット族オーボエ族っていう感じで、えー、シングルリードのものをクラリネット族ダブルリードのものをオーボエ族とい,ういった分類をするらしいですまあ壁画なんで実際のことは <laughs> ちょっとよく分からんっていうところなんですが、えっと、左側の人はちょっとこう斜めに吹いてるじゃないですか下向き斜めで吹いてるんだけど右側の人はこうまっすぐ伸ばしているような形ですよね いわゆる今のクラリネットみたいなこう自分に対して真正面に吹く絵とこう斜めにしてる絵があるんでこれ多分違う楽器じゃないかっていう風に推測できるっていうお話です、はい、ラッパでございますけれどもこれは新王国時代以降ですね軍隊の中に描かれる頻度が高くなりますので今でも結構容易に想像できると思うんだけれども軍隊のその何か伝令を送るとか信号合図を送るために 使っってていいいたのでではないかっていうやつですねあとちなみに太鼓も軍隊で使われていたっていうことが分かるんですけどなんかこう鼓舞するのに <laughs> ラッパ的なあの日本だったらそのホラー街ホラ笛ボーみたいなドントド,ドドント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 ン,ンみたやっぱり日本もその笛とラッパ的なものと太鼓じゃないですか戦の時ってでエジプトもラッパと あと両面太鼓っていうのをね、叩いてたっていうことが分かっております。はい。まずフルート。えー、これ現代のネイ、ナーイっていうやつなんですけど、こんな感じです。 今でもありますで続いてクラリネット音の違違いいもう明確に違いますよね今のクラリネットの人は現代の多分マウスピースを使って再現してるっていう形だと思うんだけどマッピーがあるとやっぱこう音が <laughs> ストレートになるっていうかビーってこう。 感じになりますよねであとはラッパでラッパはこれねもう現物が見つかっておりまして現物を吹いたものがあります。 映像はあのイメージ映像っていう感じだと思うんですけど音はこれ実際の、えーね、いろんな国の博物館に展示されているみたいですもう実際の現物のねその頃のラッパっていうのが見つかっておりまして、えー、これはその軍隊の何か合図に使われていたのではないかと考えられております、はい、じゃあラスト打楽器をクラッパーシンバルクロタラシストルムシストラム、えー、そしてタンバリン あと、両面太鼓、えー、肺型太鼓、まあ、ダラブッカ系ですね。はい。まあ、このあたりが見られておりますで。一番古くからあったのはですね、この上二つ、クラッパーっていうのと、このシストルム、シストラムっていうやつ。クラッパーはですね、これ手の形してるんですけど、見たまんまこう、表紙儀みたいな形で、まあ、おそらくこの、 手拍子的に打ち鳴らしていたのではないかと、まあ、安直に考えられるわけでございます。はい。で、えっと、結構神殿の壁画とかに描かれているので、シストルム、シストラムっていうのがあります。これは知ってる見たことあるちょっとマニアックなこと言うと、パステトっていう神様が持ってるやつ、シストラムっていうやつなんですけど、実は持ってます。簡素なやつなんですけど。こういうやつ。 で、トライアングルの歴史っていう動画を昔出したんですけど、一応ね、このシストラムがトライアングルの大元って考えられてるけど、本当かなっていう感じしません。まあ日本のその巫女さんが振るようなガラガラとか鈴もある種これ系じゃないですか。シャーン、シャーン、シャーンみたいな。 まあこういうシャンシャンした音が結構やっぱりそういう儀式的なモチベーションに影響したのではないかと考えられますよね。はい、あとまあシンバルねシンバル。えー、もっとちっちゃいのだとこんな感じです。 えー、これがシンバル。これも、えー、遮具。なんかね、本当かどうかわかんないんだけど、これにお酒を入れてたらしい。なんかこう儀式の時にこれを酒きにして、おちょこみたいに、これにお酒を入れて、飲み交わして、鳴らしてたらしいです。はい。クラッパーシンバルいって、黒たらね。黒たらは、すいません、僕持ってないんだけど、 要するにこのフィンガーシンバルをなんかこう棒につけたみたいな形状ですね。こう手でこのシンバルをこうパチパチやるような形状した楽器が見つかっています。えー、そしてお待たせしましたタンバリンね。タンバリン。いろいろ描かれてるんですよ。こういうふうにね。丸い物体が。で、おそらくは片面太鼓だろうと考えられてるけれども両面だった説も 否定はでできないいいっっててう感じみたいですす太鼓ってこう片面のものと両面のものののももと両があります例えばドラムセットとか古太鼓スネアドラムっていうのは全部こう両面貼ってあるわけね両面貼ってると音が、えー、まとまりますあるいは特定の音程がこう出しやすくなったり、えー、するわけなんですけども片面しか貼ってないと基本的にこう 打ちっぱなしっていうかガーンっていう、まあ本当に超シンプルな構造だから、まあ、よりこっちの方がこうトラディショナルな民族音楽で聴くような雰囲気になる、はい、おそらくその壁画とかに描かれてるのって、まあ、タンバリンといえどまだこういうシャンシャンがついていない こういう素朴なものであったと考えられます。今でいうフレームドラムですね。フレームドラムを鳴らしていた。で、特に描かれたのが、やっぱり宴会のシーンみたいです。えっ、ー、と、新王国時代以降の壁画で、宴会のシーンでたびたび登場してたので、こう、宴会を盛り上げていたのではないかと。 考えられますね、はいまあ、これは結構容易に想像がつくというかやっぱこう太鼓のリズムでみんな踊るとか盛り上がるっていうことは結構安直に想像ができますので、まあ、おそらくそういう使われ方をしたのではないかというのがタンバリンでございます、はい、古代でですねこのジングル、まあ、このジャラジャラね、まあ、すごい安直に考えてこのシストルームと これがこう合体したらこうじゃんってあの僕も思ってるんですけど <laughs> 多分これとこれ足すこれがこれではっていうふうに思うんだけどちょっとね分かんない確かなことはね分かんないです明確にこれ現れ出したのはこれレク・ RIQ っていうねエジプトのタンバリンって言われてるんですが シシャンシャンンるっていうあのガチタンバリンの大石君がやってるアラブタンバリンエジプトタンバリンなんですがまあおそらくこれ紀元後から訴求したのではないかというふうに考えられるえ調べた範囲では特にその紀元前の情報であの明確なものはなかったです今回の調べでは、は。い っていう感じ。だから、まあ基本的には、まあこれでしょ。と考えられるわけで、ね。だから、えっ、ー、と、聖書にもタンバリンって出てくるんですけど、知ってますかタンバリン。旧約聖書かなえっ、ー、と、これではなくて、いわゆるタールってやつ。もうすっぴんのフレームドラム。あ、ダラブッカはいいよね。杯型。ゴブレット型というんですけど、こういうやつをですね。画面が一番大きくて、 こうシュッとくびれてることによってこう低い音がこうドーンってこうまあいい塩梅で収まるっていうのと端の方を叩くとかなりこの高低の差がメリハリがつくんで非常に多彩な表現ができるというのが こちら、杯、えー、型、ゴブレット型の太鼓の特徴でございまして、これがさっき説明したように、えー、と中間期ですね。ちょっとこうエジプト内がごたついたときに、他の国から商人が持ち込んだのではないかというふうに考えられるわけです、えーと。これは今でもあるんですけど、これはね、粘土、陶器。装飾されてるけど、これ陶器なのね。でここは えっと、ヤギの皮だったり、お魚の皮が貼られています。はい。これ、お魚です。はい。で、最後、両面太鼓。これ、現物が見つかってますね。両面太鼓。これはさっきのトランペットと一緒に、その、戦の時、なんか軍隊を、伝令を出したり、あるいは鼓舞するのに使われていたようでございます。はい。で、これもですね、エジプトに元からあったというよりかは、 ヌビアっていう、こちらの方にヌビア人っていうですね、まあ今でいうスーダンっていう国に当たるんですけど、ヌビアの人たちがいて、中間期あるいは新王国あたりにこう入ってくるわけですね、エジプトの中に。で、結構その太鼓の達人とか太鼓の奏者っていうのはヌビア人が多かったという説があります。だからおそらくさっきの あの両面太鼓は、あ、これね、これ現物なんですけどと、南部から、南方からですね、エジプトに持ってこられたのではないかと言われております。で、両面太鼓って、結構、その他の地域にもいくつかあるんですよ。特にインドとかいっぱいあるの、ね、両面太鼓って。あとは東南アジアとかでも結構見られるんだけども、えっと、近いところでエストニアにケベロっていう両面太鼓があって、 今でもあるんですけど多分これなんじゃないかなって僕はあの予想している要するに古代エジプトにあった両面太鼓の末裔が今のエストニアのケベロに当たるのではないかっていうこれは僕の完全な推測なんですけどちょっとエストニアの映像を見ていただきますこれ今の映像 これじゃないいかっていう風に、ねえーまあ、考えています。はい、っというのをですねいろいろこう各楽器ごとに再現した人たちがいて古代エジプト音楽再現してみたみたいなのがあってちょっと流しますが。<music> はい、えー、以上、まあ、古代エジプト音楽ザザッとではございますけれども、解説させていただきました。えー、結論、最初に言ったんですけど、やっぱりあの詳細なね、演奏内容とか、どういう曲を演奏してたかっていうのは分かっておりませんので、もしかしたら今後何か発見されるものによっては分かるかもしれないんだけども、基本的には全部推測されたものですと。はい、ただ楽器はいろいろありましたよね、と。 まあこの辺の楽器が実際に見つかっておりますし絵画なんかにたくさん書かれているので、えー、演奏されていたということが分かっております。あともうちょっと突っ込んだ話でえっとそのエジプトって神話があるじゃないですかエジプト神話っていうのがあって神様とのその関係とかあとエジプトのその古代エジプトってすごい性に奔放というかめちゃくちゃこうエロいお話がたくさんあるんですよ面白い話としては。 ありますけれども、えー、詳しくは買ってみてください今回このあたりで締めたいと思います、うん、はい、お疲れ様でした最初からいた方は